はい、どうも、パチオです。今日は大富豪やっていくんですけど、今朝だったかな、ニュースがあったんですけどね。欅坂がね、改名するっていう話が入ってきてね。まあ、改名する理由はね、まあ、皆さん知っての通りというか、なんでこの時期っていうのはあったと思うんですけど、文集法の影響だと思われます。まあ、スキャンダルをもみ隠すというか、ね、散らすためにというか、ね、僕ね、欅坂はね、別にそんなに嫌いじゃないんだけどね、オタがね、ケアキッズさんがね、そんなに好きではないんでね。これでいこうか。はいはいはい。まあそんなこんな言ったってね、欅坂の子はね、まあ別に嫌いなわけじゃないもんで、というかね、まあ僕のね勝手なイメージなんだけどね、あの子たち結構かわいそうだなっていう風に思っててね、みんな普通のアイドルというか乃木坂のようなアイドルになりたくて多分芸能界入ってきたと思うんですよね。そしたらなんかね、やってることはなんか女尾崎豊みたいなそんな感じだもんで、なんかちょっとかわいそうな感じはねするんすよね。あー、どうしよう。はいはい。5、6、7、9。これでいいかな。まあね、でもね、まあ人のグループのね、よそのグループのことね、なんか言ってもあれなんだけど、欅坂って5、6年だっけ。まあ人気になるのが早かったからね、すごく人気になる、まあ乃木坂がいたおかげってのもあるけど、人気になるのが早かったから、まあね、バーッと盛り上がったらバーッと散るのも早いよねっていう、まあそれは仕方ないねっていうことを考えるとね、SKE よう頑張ってるよね。12年だったっけ。全盛期は何年ぐらい、カタファイ置き時チョコの奴隷ぐらいの時期だよね多分。まあね、っていうことを考えるとよう頑張ったのかな、頑張っとるというか頑張ったなのかもしれないけど、まあでね、その当時のことを考えても、まあって言ってもやっぱりそのね、SKE の全盛期っていうのはその AKB の全盛期とそのまんま被るんでね、まあだから世間的にね、どうしてもその印象が薄い感は否めないと思うんだよね。やっぱ一番全盛期の頃って、その、まあ、AKB の全盛期って考えてもさ、その、まあ、いつかっていうのは、まあ、異論はあると思うんだけど、俺にとってその世間で一番認知された全盛期と思われるのは、なんか論文の番組やってたじゃん。アツシが司会で、AKB がわっさーっと出てた番組、あの番組やってるぐらいがね、やっぱ世間的な認知度的にその全盛期だと思うんだよね。やっぱその地上波のゴールデンタイムでレギュラーっていうのはね、そのやっぱ一番大きなところだと思うんで、うわー、ジョーカーないかー、きついか、きついな。ほほほほ、マジか。生革命とかあるでな。うわぁ。どうしよう。はいはい。
どうしよう。難しくね。大丈夫？難しいよ。革命する？とりあえず。これ返されたら手ないよね。ああよかった。ああよかった。ああよかった。返されたら2しかないからね、お手つきで終了だったんだけど、まあ、オッケーオッケー。で、まあね、その、SKE はね、まあ、今後ね、その地上波の方とか、まあ世間的なそのアイドルとして、まあどうしてもね、その AKB のグループとしてのポジションでしかないと思うんだよね。どうしてもそれはもう仕方ないことなんだけど、で今後ね、なんか独自色を出していくっていう風になる、もうなかなか難しいと思うんだよ。その例えばさ、モーニング娘。とかって結構そのアイドル全盛期を過ぎてメンバーみんな総入れ替えになってからもう結構高いパフォーマンスとかで頑張ってたとは思うんだけど、で頑張ってた割に世間にはまああんまり認められなかった感じで、まだね、続いてはいるけど、やっぱりちょっとマイナーなゾーンにいると思うんだよね。ももクロとかってさすがにね、まだ人気はあると思うんだけど、さすがに全盛期はもう超えたじゃん。まあメンバーも減ってきてるしね、メンバー減ってきてるし、メンバーいい年になってきてるからね。もうそれこそね、AKB グループにいたらババアそろそろやめろって、みんなから罵声を受けるレベルの年齢にだんだん近寄りつつはあるからね。はいはいはい。ああ、クラスアップ。はいはいはい。おっしゃ。あ、なんか、CM あんまり、あ、これ見てないな。メルカリのやつか。はい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 。なんかこれを見ないと回復できないのは鬱陶しいけど、まあ仕方ないよね。と、まあね、そういうとこは、とね、あと、もう一個言いたかったっていうかね、押し行きが YouTube チャンネルを始めるというね、僕にとっては朗報っすね。てか、本当に SKE のメンバーどんどんね、まあ、スタッフさんが編集できるんだったらね、やってほしいなと思います。まあ、自力でやれるメンバーとかいると思うんだよね。まあね、あんだけメンバーいりゃさ、その編集能力に長けたメンバーもいると思うんで、なんなら外注しちゃえばいいじゃないですか、編集を。元メンバーの高木ゆまなさんあたりなら、プロい編集してくれるぜ。YouTube チャンネルも、なんかなかなかプロい感じになってるし。まあ、あの人作り込みすぎてね、出なきゃいけないタイミングでなかなか出てこないっていう欠点はあるんだけど、いい仕事はしてるからね。6789、わーお、革命。はいはいはい。これは勝つでしょう。はいはいはい。もう負けようがないな。いや、それ迷うの分かるよ。さあどうする。喧嘩を、おや、まあ富豪さんは2位狙いに切り替えたよね。
なんか俺革命好きな人だよね。まあね、あの押し浮きはね、とりあえずいっぱいいるあの TikTok の客をね YouTube の方に持ってくるっていう作業がね大事で、あとねそのスタートダッシュでねやっぱファンの人は、まあ、SKE オタはねちょっと付き合って登録ぐらいはしてやってもいいかなっていう、まだ到達してなかったけどね、スクイーズ TV もね、ほんとあと少しで1万人っていうね、そんなとこだから。で、これ1万人以上行くと思うんだよ、押し行きの方もすぐに。で、そういうさ、万単位のフォロワー、その、チャンネル登録者がいるチャンネルがさ、何個もできたらさ、そりゃ、ね、その周りのメンバーもどん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 やって、それでコラボで大きくなるってことは可能だからさ、でそうやってそのなんかその自家発電みたいなやり方でちょっとあれだけど、それでもそのインフルエンサー的なポジションの人間をどん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 作ってってっていうね、そのまあマーケティングというかさ、なんかそんな感じのあれになっちゃうけどさ、なかなかに難しいとは思うんだけど、どん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 そういうことをやっていってほしいななんて俺は思ってるですね。最後の一枚なんだろう。最後の一枚が大きい数字じゃなかったらちょっと大失策だよね。あらららららら、あらららららそれはダメでしょう。7先に出すかの失敗だったね。まあそんな感じでね、あの僕はその SKE さんがどん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 打って出るのをね、期待していたいと思います。まあ打って出てくれないとね、あの僕みたいに無線のオタはね、あのどうしようもないから支援もしようもないしね。まああとなんかね、なんか知らないけど、チーム S の北川さんがポンポンとテレビに出るような流れになってるみたいで、それちょっと期待していいのかな。あそこもなんかちょっと変わった才能の持ち主だからね。だからいろいろいると思うんですよ、変わった才能というか、なんかその目立てる才能を持ってる人が。だからね、そういうのをどん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 活かせるような SKE になってほしい。まあ結局ね、最後その卒業するときにみんなが幸せに卒業してほしいんですよ。でね、今回改名したさ欅坂もさ、まあなんか辞めてったメンバーがあんまり幸せそうじゃないんだけど、見た感じなんだけど、ね、今続けてやってるメンバーが卒業するときにね、みんな幸せに卒業していくようなね、そんな感じになってほしいなって。まあね、48もね、坂道もみんなそうだよ。まあそんな感じで終わりにしたいと思います。まあ望むのはね、世界平和ですから。嘘っぽいな。じゃあ終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。